cultivation. So much innovation. Cultivate. Radio. Check. みなさんこんにちは。みなさんこんにちは。みなべです。みなべです。はい。というわけで、はい。やっていきたいと思いますけども。やりましょう。はい。ちょっと投げやりになってないですか、大丈夫ですか。そんなことないよ。そんなこと元気にやってこうって思ってるだけですよ。はい、行きましょう。いや、今日そのちょっと話したいことがあって、はい、まあ、話題提供兼、はい、やりたいことみたいな感じなんですけど、はい、年始にカルティベースの YouTube ライブで、心理的安全性の作り方っていう本を書いた石井さん、はい、はい、安全性の専門家の石井さんと、立教大学のリーダーシップ専門家の舘野さんの2人と、まあ、3人でね、YouTube ライブやってるんですよね。はいはい、まあ、これ、カルティベースの YouTube チャンネルに上がってるんで、見てもらえれば。なんかすごい盛り上がってましたよね。そうですね。うん、まあ、心理的安全なチームって誰でも作れるんですかみたいな話が。うん、まあ、やっぱ基本的には、リーダーとかマネージャーが、コミットして、チームの方が心理的安全性って、まあ、ROI 高いんだけど、そうですね。でも、とはいえ、誰もが上司なわけじゃない。はい。いわゆる、マネジメントされてる部下の人だったりとか、はい。人でも、心理的安全なチームって作れるんだろうかっていう問いが、はい、はい、あるんですよね。なるほど。まあ、石井さんの回答はイエスであるっていうところで、はい、はい。やっぱりその自分から上司に、まあ、ある種フィードバックすることとかってできるわけじゃないですか。はい、はい、はい。なんか、あ、こういう風な声掛けしてもらえてめちゃめちゃ話しやすかったですとかって、会議の後とか言ったりすると、マネージャーとかリーダーとかって、みんな好きで不安なチームを作ってるわけじゃないから、無意識になんか、言ってる言葉とかが心理的安全性が損なったりとかね、いろいろしてるわけなんで、あ、こういうと話しにくいんだとか話しやすいんだみたいなこと言ってもらえると、助かる。うん、はい、はい、はい。そういうのって下から突き上げて動かすことができますよ、うん、はい、はい、はい。その中で結構面白かったのが、大事になるんじゃないかっていうのは、ツッコミ、はい、フィードバックじゃなくてツッコミって大事じゃないみたいな話になって。あ、なるほどね。そうそう。で、これ僕ファシリテーター感覚で結構よく分かって、組織開発とかでクライアントさんの会議とかに入っていくと、はい、めっちゃアイスブレイク綺麗にやって、めちゃめちゃほぐれて、遅れて社長が入ってきた瞬間にくっそアイスブレーキ戻っちゃったんだけどみたいな。あるありますね、はい、見たことある。あるそうそう。でこれはまあ立場上しょうがないしね、あれも経営者としてね、言ってっていうのはやっちゃうかもしれないから、人も怒らないかもしれないけど、やっぱ外から見てるとわかるじゃないですか、そうするとツッコミを、あれなんか社長入ってきたらなんか、はい、ビフォーに戻っちゃったんですけど、いつもめっちゃ怒ってるんですかとかって、恐ろしく言うと、はい、社長からすると、はい、え、本当みたいな。え、なんか僕そんなオーラ出してたみたいな感じで、で、周りの人も、え、なんか言っていいんだ、それみたいな感じになって、ちょっと空気が崩れて、ほぐれてみたいなことを、僕は外から入るときはやるんですよ。はい。ツッコミを入れてね。あるよね。で、しかも大体、それやってあげた方が、向こう側の社長さんとかが、マジ心の中でありがとうみたいになってるケース多いですからね。あ、そう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 。ありがたいんですよね、多分ね、言ってくれたらね、そうですね。まあそういうのがあって、だからツッコミうちの荷物がピンポンできたのが入っちゃったかもしれないですけど。あ、本当に、はい、大丈夫です。っていうのがあって、それをチーム内でできたら理想的なんだよなみたいな話が。はい、はい、なるほどね。だからこう、これを聞いてる人はマネージャーの方も多いかもしれないけど、まあマネージャーの方もね、上に自分の上司がいたりとか、はい、自分がチームメンバーだったりとかして、チームの心理安全性高める上に、なんかこう、上に対していいツッコミができるって結構重要なスキルなんだよなと思って。確かにね。なんかその辺、みなべさんうまそうだなって気もするし、あるいはみなべ自身が、マネジメントする側で、なんかこんな風に言ってもらえるといいように。はい、なんかそういう部下のツッコミの技、はい、作法みたいなのがあったらちょっと語りたいなと思うんですよ。ああ、なるほどね。あのね、これは語りますね。よかった。はい、これ語れるなっていうのがあって、2つ大枠でね、話題提供としてあって、それ探索できたらなって思うんですけど、1つ目は結構僕、やっぱり上の人がツッコみづらい人って、
ってやりづらいんですよね。いや絶対職位がなんかロールがある以上やっぱり突っ込みづらいって絶対あるんですよね。でもそれを何パーセントかは突っ込みやすくしてあげるみたいな結構上司として重要なんだよなって思っていて、だからなんか意図的にちゃんとダメ顔を見せて、ダメ顔を見せる、要は なんか自分のありのままを言って見せながら突っ込みやすくするポイントみたいなのは絶対作るのはマネージャーとして重要なポイントなんだよなって思うんですよね、うん、いやだから僕がじゃあ意図的に突っ込みやすくしてるんですよこのインターフェースみたいなわけではなくって、普通に全体に緩い感じでいるように心がけてるって方が正しいですけどね。そうすると相手も緩い感じで突っ込んでくれたりするから、それはまあ意識的に頑張ろうとは思ってますっていう、なんか自然体でいても大丈夫なように、なんか人間性頑張って良くしていこうっていう目線と、あとこれ突っ込み結構僕するタイプなんですよね。なんでかっていうと、これ組織コンサルに入った時に僕めっちゃ使うスキルなんですよ。あの組織に入ったりとかした時ってやっぱりトップが孤独になってたりとかするケースめっちゃあって、で先生がさっき言ったようなマジで会議室でその人来たらみんな顔が死ぬみたいなケースってマジであるから、僕めっちゃ KY な人のキャラクターを装いつつ、めっちゃなんか なんすかそれみたいな感じにしたりとかしますもんとか、すごい頭のおかしい感じのキャラクターそれどういうことすかみたいな感じでめっちゃ言ったりとか、ないしはなんか会議でめっちゃ上の人が下の人詰めたりとかしたりいやいやそれ詰めすぎっしょみたいな感じで言ったりとか普通にしますね。どんな偉い人であっても僕ね、あのね、誰に対してもこれいけるっていうのは自信としてあるんですよね。あ、なるほどね。はい、良いっすね。でもこれやるとね、結構みんなあごめんごめんみたいな感じになるし、なんかね冷静に引き回されてフラットな状況に行けるから、マジでツッコミ大切だなって思うんですよね。楽なんですよ、一瞬でアイスブレイクするから。そうっすね、みんながなんか真面目にとうとうとこうなんじゃかじゃないかみたいな、大丈夫かみたいなちょっと真面目に話しすぎじゃないですかみたいな言えると一瞬でなんか場がなんかファッてなんか違う方向にリフレームできるんですよね、難しいことを考えず。それはよくやるようにしてる。なるほどね、うん、いやそれ強いっすよね、みなべさんはね、はい、なんかそういうキャラみたいになってるから、ね、うん、強いなって思いますけど、はい、まあ、みなべさん自身はその自分が突っ込まれる側としても突っ込みやすく、まあ、脇をある種緩めてるっていうことと、はい、まあ、コンサルティングとかで入っていった時にその組織風土を変えていくための一つの切り口として突っ込みからまずは、はい、なんか風土改革していくみたいなところが得意技なんだろうなと。ありますね、一番最初に僕組織の中で一番怖そうな人と仲良くまず死んでいきますなんか要はなんか会議室に来たらみんなの顔が死ぬ人順に、怖い人順に話に行くようにして、でその人順に、はいはい、過去 あのね、あれって俺さえって仲良くなったなとかなるじゃんそうだね、まあ全然いいんすよ、あのいじれる関係性にあるから。いじれる関係性になかった説もあるけど普通にみんなの前でいじったりとかしますね。でも作法があって、作法があるんですよ。あの なんだろう、いじった時にその人が美味しくなるようないじり方はするようにしてます。あ、なるほど。なんかその人のレピュテーションを下げるようないじり方は僕絶対しないです。はい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 、うん、なるほどね。これは、うん、あのね、お笑い芸人の方とかもね、そういうことを言ってる方聞いたことありますけど、確かに大事かもしれないですね。そうですね、なんか優しいツッコミしかしないようにするできる限り、うん、大事っすねそれね、うん、これ聞いてる方でもしかしたら気になるのは、まあそのなんだろうな、外から入っていくんじゃなくて、もう自分がの上司に対して、でかつ上司がみなべさんみたいに脇をこう晒してくれてる人じゃない、まあ武装してる人ってまあたくさん、ま、どっちかというとマネージャーの方ってそっちの方が多いんじゃないかなって、はい、っていう時に自分の直属の上司の武装に対するツッコミのなんか手がかりじゃないですかね、はい、そこ結構難易度高いですよね。
高いですね。そうですね、高いですね。僕が使うテレンテクダみたいなのはあって、手がかりが全くないみたいな時には、あのね、率直に言います。何々さんのなんか言ってることとかに対して突っ込んだりとか、キュー出したりとかできるような関係性になりたいんだけど、でもそれが思考がブロックしちゃってできてないんですよね、現状。だからそれをできるようにしたい、なんか思考的にできたい、したいんですけど、どうすればいいですかね、聞いちゃいます。あ、なるほどね。でもそうすると大体アイスブレイクするんですよ。それでふざけんじゃねえっていう人って誰もいなくって、大体いい感じになって、一緒に関係性を良くすると、いや自分はこういうのやってくれたら嬉しいんだよとか、大体開示してくれるんですよね。僕大体これ使います。なるほど。ちょっと今ビビっちゃってるんですよね、でもそれって良くないと思って、はい、うん、突っ込めないんですよねっていうこと言う。そう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 、そう。でもそれって関係性的に良くないと思ってて、だどういう形か分かんないけれども、そういうのがなんか働かないようになりたいんだけど、どうすればいいと思いますかって聞きます。なるほど、うん、いやー、なるほどな、確かにな、うん、なんかツッコミの小細工でこじ開けるんじゃなくて、すいません、ツッコミ入れたいんですけど、どうしたらいいですかねっていうことをちゃんと話し合うってことですか。あ、そうですね。なんか なんだろう、ビビりながら突っ込むと大体変な感じになって関係性悪くなるんですよね。そうだね、うん、いや、私相手にも悟られるんですよ、うん、あ、こいつなんか関係値なんか詰めようとしてて、なんか変な突っ込みしてきたなみたいな、あ、こいつあかんかもしれんなみたいな感じになるんですよ。なんかそのリスクがあるんで、危うい部下だと思われそうだもんね。そうですね、それよりも論理的にちゃんと認めさせろやって思われるリスクもあるんで、でもちゃんと言うと、なんかちゃんと関係性良くしたいなって思ってくれるから、 そこら辺はなんかね、お笑いとかも一緒じゃないですか。ボケとツッコミでお互い話し合いながら、このタイミングでツッコむのが俺は気持ちいいねみたいな感じに、うん、多分一緒にそうやってお笑い作ると思うんですよね。上司部下もそうあるべきなんじゃないですか。なるほどね、はい、いや、目から鱗でしたわ。本当ですか、はい、そうっすなんで、ね、これそう結構本当に使うんですよ、僕毎回。大事かもしれない。よくね、こう手先で言うよりかね、いや僕ね、そのツッコミの方法にヒントないかなと思って、うん、お笑いのね、漫才入門って本買ったんですよ。あ、買ったの。受けるしゃべくり漫才入門っていう、はい、具体的なボケとツッコミの基本みたいな本があって、はい、でツッコミのバリエーションとか書いてあって、はい、なんか否定ツッコミ、どつきツッコミ、ノリツッコミみたいな、なんか10個以上あって、いろいろあるんだ。例えツッコミ無視とかね。はい、あ、なるほどね。でもこれツッコミづらい上司に対して全部バッドパターンになるんだよなみたいな。そうですね。これきついなと思って、なんかどうしたもんかなって思ってたんですけど、まあでも、はい、逆に言うと今のちょっとツッコめないっすよねっていうところの関係性を、はい、あ、そうみたいな感じで、うん、してってちょっとこじ開けられたら、逆に言うとどのツッコミでも良さそうな気がしますね。あ、そうですね。いや、大体あの言い方があれですけど、おじさんなんて突っ込まれ待ちですからね。大体突っ込まれたら大体おいしいって思う人は 99.9% ですからね。でもそれぞれのなんかおいしいなって思う突っ込まれポイントが違うから、それをちゃんと把握してあげることっすよね。なるほどですね。うん、それが大切だと思う。マネージャーはみんな突っ込まれたがってるっていう、ちょっと極論暴論が出ましたけど、まあでもあながち間違いない。いやでも絶対そうだと思いますよ。ワンオンワンとかでめっちゃ苦労したりとかして悩んでる上司がいたりとかするじゃないですか。でなんかうーんってなった時に、いやめっちゃワンオンワンの勉強してますよね、すっごい頑張って考えて、でもなんかやっぱりワンオンワンで自分もなんかそこをいい場にするために協力したいから、ちょっとなんか言ってくださいよみたいな、何かしらのツッコミする方が足場掛けになって話が進んだりすることってあると思うんですよね。結構みんなツッコまれ待ちだと思いますよ。ツッコミってある種部下からできる助け舟なんで。はい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 、うん、いいですね、いい話が聞けたわ。そういや、そうそう、あのね、中原先生がさ、フィードバック入門って書いてるじゃん。はい、
あれとか耳の痛いフィードバックに証拠を集めて耳の痛いことを通知してみたいな、はい、まあ、はい、マネージャーにとってフィードバック大事なんだけど、やっぱ、はい、あのペインフルな世界だよなって話してこないな、ライブでも舘野さん、中原先生の弟子である舘野さんとその話してて、はいはい、フィードバック入門に喧嘩を売るための部下のツッコミ入門が必要なのではみたいな話をして、はいはいはい、もうあながちそれは悪筋ではないかもしれないですね。今悪筋じゃないですよ。あのよく、まあ、言われるのがなんかこうやっぱり教師を動かす情動力みたいなのって結構必要だと思っていて、やっぱりなんかこう課長だったら部長を動かした方がいいし、部長だったら社長を動かすべきだし、それを動かすためにはどうすればいいかっていう一つが、まあ、取っかかりになるのがツッコミだと思うので、まあ、割と真面目に必要スキルだと思いますよ。いいですね。うん、全国 の, あの上司をお持ちの皆さんのツッコミ力を、はい、ぜひ組織をそれこそボトムアップ型のね、うん、ファシリテーションなりイノベーションの原動力になりそうだから、はい、ちょっといろいろ試してみてもらえるといいかなと思います。はい、はい、というわけでじゃあ今回はこのぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。